でもなんかその形式主義の話ってそのなんか生まれてしまえばそのなんかその250とか300ぐらいのブラストビートができるっていうのはむしろこうなんていうかあのブラストビートが生まれた時から考えるとまあ論理的には必然的にそうなるでしょっていうふうに生まれた後だと見えるっていうか言ってる意味わかんないですよ。うん。なんかそのもうこうなるのはもう多分ブラストビートが生まれた時からもう決まってたんだな、みたいな。うん。なんていうか、なんか、だから100メーターを、なんか、なんていうの、9秒7台で走るのはもう100メーター走っていう形式が決まったらもう必然だな、みたいな。必然だったんだな、みたいな。だからどっちかっていうと、そのなんていうの、形式が求めているとか、形式が持ってるどっちかっていうと、なんか欲望と言ってもいいかもしれないけど、形式が、求めている欲望に対して、なんかその、むしろその人間が奉仕して受肉してさせてるみたいな。だからその、まあ、数学とかだともっとわかりやすいと思うんだけど、なんか数学的な論理って別にその証明できてないものがいっぱいあるだけで、なんかこの論理としては、まあ、そうなるよねってことが決まってるわけだから、なんかその、それをでも実際計算して、なんか証明するっていうのが人間の作業になってるみたいな。話に、こう、なんていうか、その、ブラストビートの論理が、ブラストビートの300になるっていうのはもう必然だったんだけど、やろうとかやるやつがいなかったらならなかっただけ、みたいな。だって、みたいな発想にこう、なりがちなんですけど、まあ、まあ、そういう考え方もすごい面白いなって思う。一方で、なんか、もう話長くなって恐縮だけど、あの、そういう、なんか、形而上的なその考え方、な実際のその、なんか、受肉していないものと、その多分その、あの、論理との矛盾みたいな話っていうのを書いてるのが、ボルヘスの、あの、あれですよ。バベルの図書館って話で、あれどういう話かと、またこの話もまた、もう一回出るけど、うん、要するに、アルファベットと、スペースと、ピリオドと、カンマ、もうちょっとあるかもしれないけど、それの羅列でできている、本っていうのが、それがすべての、何通りで、順列組み合わせでできている本っていうのがあるだけの図書館があるって、だから自分の運命が完璧に書かれている本っていうのは、論理的には存在するんですよ。だけど、見つけることができないっていうのが、要するに、受肉させる側の苦難なんですよ。うん。論理としては存在してるんだけど、なんかそれを見つけるっていうこと自体ができないみたいな。うん。話っていうのがあって、やっぱ、ああ、何の話なんだろうね。まあまあいいよ。形式主義的な話って、まあ、要するに、なんかすごい、まあ、よくも悪くも、とてもロマンチックな話なんですよ。うん。What's the deal?